エリサベタは、ルーマニア海軍の防護巡洋艦。艦名は、ルーマニア国王カロル一世の王妃エリサベタをロムニエにちなむ。本艦は、ルーマニア海軍が、自国の沿岸防衛のために、イギリスのアームストロング社に発注された。1888年10月に観光したが、海溝において、オスマン帝国が、ポスポラス海峡の通行を認めなかったため、地中海で、 武装解除し、海峡通過後に再武装する必要があり1889年にルーマニアで収益した。春工時のエリサベタ本館の原則乾板の写真。本館の船体形状は管弦の低い平ら、乾板型船体に搬送用のマスと3本が立つ、初期の防護巡洋艦である。水面下に昇格を持つ艦首から、艦手乾板上に操打環境と、 簡素な短脚式の全部マストが立つ。船体中央部には一本煙突が立ち、その周囲にはキセル型の通風塔が立っている。煙突の周囲は関西艇置き場となっており、2本1組として、片元3組ずつ、計6組のボートダビットにより運用された。原則部には2箇所の張り出しが設けられ、そこに、手法の15センチメートル速射砲が棒立てのついた、単装砲がで、 片言2機ずつ、計4機が配置された。後部甲板には、後部マスト2本が立つ。副武装の5.7センチメートル速射砲は、単装砲画で、艦首甲板上と、艦尾甲板上に並列配置で2機ずつの、計4機を配置した。エリサベタは1888年10月末に、ルーマニアへ向け出発して、約3週間後に到着し、 ガラツ海軍交渉で兵装が搭載された。エリサベタは1889年と1890年に数度国会で夏季練習公開を行った。1891年初め、地中海での5ヶ月間にわたる公開に出発。1894年、エリサベタはまず国会で短期間の巡航を行い、それから長期間の地中海巡航を行った。 1895年、キール運河の開通式典に参列するためキールに向かう。それからストックホルムへ向かい、スウェーデン国王の左越を受けた。1898年、初めてのルーマニア沿岸測量を実施。1904年から1905年にかけ、ガラツイで大規模な改修がなされ、搬送用の装備が削減された。第一次バルカン戦争中は、コンスタンティノープルにあり、 ルーマニアの公使館を守るためいくつかの部隊を上陸させた。戦争終結後の1913年6月15日にルーマニアに戻ったが、その翌日には第二次バルカン戦争が始まった。戦争中、エリサベタはドナウ川川口守備のためツリナに留まっていた。第1次世界大戦が始まると武装が取り外され、それらはオーストリア・ハンガリー帝国のモニターによる攻撃に、 対する備えとしてドナウ川に配置された。一方、エリサベタは戦争中スリナに留まっていた。戦後はガラィついでスリナで弊社として使用され、1926年にスクラップとして売却された。ありがとうございます。